森林プロデューサー山中慎一郎の森林哲学、森林セラピー音楽文化祭の森林浴、昨日ね、主催者の、鈴木孝之バロンさんからね、チラシをもらってきたんで、早速、お知らせしようかと。ちょっとね、逆光なんでね、写りがね、どうなのかよくわかんないんだけど、まあ、こんな感じでね、チラシを作ってくれて、今回ね4回目ということで、10月31日土曜日入場無料と、森林セラピー総合体験ワークと、これ1回目とね2回目だか3回目だか何回だかは何回目だか分かんないけど、3回のうち2回僕がもう出演をしてるんだよね。ギターで、歌うと、弾き語りをするというので、最初はね、浜松観光ボランティアガイドのね、人とね、コラボレーションして一緒に、ギター弾き語ろうかみたいな感じで、やろうとして、それ最初かな、2回目かな。そんなのもあって、で、その後、あ、そっか、それが最初か。それで出ることになって、で、結局その一緒にやる人たちが、なんか車の事故で、出れなくなって、僕一人で出たと。その2回目が僕が、また一人で出たというので、まあ、今回もね、ピアノ弾き語りとか、フルートギターとか、ギター弾き語り、まあ、あと踊りね、インプロビセーション、フォークユニット、ダンス楽器、まあ、いろいろとね、まあ、10時から、17時まで、まあ、フィナーレは最後はみんなで踊り狂うみたいなね、ことになるのかよくわからないけれども、まあ、まあ前回はそんなことがあったみたいで、であとはね、アート作品展示&出展と、だからまあいろいろとね、お買い物もできたりすると。で、飲食販売もあって、チャイ、たこ焼き、たい焼き、自家製燻製ベーコン、コーヒー、ハーブウォーター、まあ、ここに書かれている以外にもなんか続々と出展者がね、増えているようなような、まあ、昨日ね、その、鈴木孝之バロンさんとね、あと、ここに出てくるね、ダンス&楽器演奏、浜松つながりアートっていうね、この、で踊るね、ダンサーって言っていいのかな、なんて呼んだらいいんだろう、まあ、いろいろこだわりがあるみたいなんだけど、まあ、その2人とね、まあ、定例のお茶会というのをね、浜松城公園のスターバックスでやったんだけども、まあ、なかなかと、面白そうな、まあ、女性を2人 で鈴木孝之バロンさんともね、話も弾んだみたい、弾んでいろいろなね、お話をさせてもらって、2時間ぐらい話したのかな。うん、まあ、また今回私はね、まあ、その踊りのね、撮影をもし行けたら行こうかなと言った感じでね、いるんだけれども、まあ、ちょこっと覗きに行こうかなと言った感じで、今回はね、出演なしということで、まあ、ギター持ってね、行けばね、空き時間なんか、結構ね、僕その2回出て2回ともね、出演者が会場に来なくて、で、その穴埋めにね、前倒しで僕が、歌うとか、いうようなことがあったんでね、結構そういう出演者来ないぞみたいなことがまた今回あるのかわかんないけども、そんなことがあったらね、飛び入りで歌っちゃうとかね、まあそんなのもあるのかなと。最近ギター弾いてないからね、全然弾いてないからどうなのかな。持っていこうかな、どうしようかな。まあそんなところで、森林セラピー音楽文化祭、の森林浴。まあ森林浴をするにはね、素晴らしいところ、音楽舞台があって、で、その森林セラピー音楽文化祭って名前がついてるね、この森林セラピー、まあこの鈴木孝之バロンさんがね、森林セラピストとして浜松でね、とても、いろいろと、活動展開をしてるんでね、それでまあ、森林セラピーという名前を、まあ、頭につけて、音楽文化祭ということでね、やっていると。
だからまあ森と、ここに書いてあるように、森の仲間と奏でる森林セラピーワンネスコンサートと、森と一つになると。まあそういうことでね、森と一つになって、音楽や踊りや、まあ飲食、食べ物、アート、芸術、文化、まあそういうものをね、楽しもうということなんで、ぜひともおすすめ。森林セラピー音楽文化祭の森林浴。